中山競馬場です。月曜日に行われるフェアリーステークスの予想を、沢田トラックマンに披露してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速ですけど、どうでしょうか、メンバー見て。そうですね、まあ、そんなに抜けた馬がいない印象だと、ね、はい、穴党にはちょっと面白いレースかなと思うんですけどね。はい、はい、で早速本命教えてください。そうですね、ちょっと未勝利勝ち上がったばっかりなんですけども、はい、西のラブウィング、4番ですね。はい、まあ、前走ね、ちょっとあの新勝、花差で新勝だったんですけど、はい、まあ、ずっとね、もううちにもたれっぱなしで、うん、まあね、鞍上もちょっと苦労しながらまともに追えないまま、それでも勝ったことはね、すごい評価できるなと思ってて、はい、まあ、本質的には僕は右回り向きだと思って、うん、まあ、3走前ね、あの、まあ、阪神ジュベナイルを勝ったサークルオブライフ、はい、この2着だったんですけど、ほぼ馬なりでしたんで。そうでしたね、はい、うん、いや多分おそらくスムーズだったらちょっと勝ち負けレベルだったと思うんで、うん、それを思うとちょっと中山ならちょっと重賞級の、はい、パフォーマンスができるんじゃないかと思っていますと、うん、はい、さらにね、この、まあ、このちょっと覚えて、よく覚えてんだけど、このお姉さんにね、はい、西の暁っていう馬がいるんだけど、はい、その馬をね、ちょっと格上挑戦でこのレース使って、うん、まあ、2着に激走。ああ、じゃあ決闘的にも。そう、でその馬はその後ね、またオークスでもね、そうですね、うん、あんまり格負けしないような、あ、なこの馬にも同じような匂いがするので、はい、まあ、まさにね、昇級初戦重賞挑戦でもいきなり買うのがちょっと馬券的に妙にかなと。分かりました、はい、2番ってどうでしょうか。2番ってはそうですね、ライラックなんですけど、あ、まあ、前走はね、あの、まあ、距離もありますけど、うん、ちょっと関西への予想が見たいですね、はい、思います。まあ、中間の調教を見てもね、相変わらず動きますし、うん、まあ、地元というか、まあ、この関東圏ならで距離マイルなら、はい、この馬の能力は素直に発揮できるんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そうですね、あとは比較的、まあ、上位人気、うん、つけてますね、はい、他気になるのいます、白三角とかでも。そうですね、まあ、あのこのレースといえば、はい、前走東京大敗組っていうのがね、昔から定石だったので、はい、ちょっとあのアルテミスステークスでね、ちょっと9着に敗れた、ね、アンルーラー、うん、まあ、この馬も器用さがあって中山の方がいいですし、うん、まあ、ちょっとね外枠引いたんですけど、戸崎騎手に戻りますしね。そうですね、なのでちょっとフェアリーステークスの定石的にはこの馬が穴かなと思います、うん、ただちょっと僕は西のラブイングの方が魅力があるので、はい、ね、そしたら改名どんな感じにしましょうか。そうですね、ちょっとね結構割り気味なので、はい、まず生まれん手広く買いたいなと、うん、はい、あとはもうライラックとの二等軸、西のラブイングライラックの二等軸でちょっと印つけてないところ、はい、はい、あの手広く買ってみたいなと思うので、うん、ちょっと波乱含みな買い方をして、ちょっと後輩と狙おうかなと思ってます。はい、ありがとうございました、はい。